皆さんこんにちは、吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。皆さんよろしくお願いします。さあ、前回いくみずボイス聞いてくれたでしょうか。皆さんからはね、大好評いただいて本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。続々と登録チャンネル、そしてコメントをしてくれた方もありがとうございます。本当に嬉しい。そしてまずは誕生日コールしてというリクエストがありました。これもね、今までキャッシュショーでやってきたので、ここでもやっちゃいましょう。さあ、いきますよ。チワワ兄ちゃんさん、まいちゃん、そして自分、いくみんいくみんもね、誕生日この間なったので祝わせてください。そして福田太郎さん、みーちゃんさん、お誕生日おめでとうございますで、スタッフがちょっといないのでね、寂しい感じはしますが、皆さん6月生まれですね。お誕生日おめでとうございます。このお誕生日コール、記念日コールもね、キャッシュショーではおなじみコールだったので、リクエストがあればまたいくみずボイスでやりたいと思いますので、コメント欄にやってほしいという方は書いていただければと思います。さて、今回は第5回目のいくみずボイスとなりました。皆さんのおかげで無事に5回目まで行きましたさあ、そしてね、アメリカではこの前、海外ドラマウエストワールドシーズン2の放送が終了したんですけども、実は私このドラマシーズン1からどっぷりハマっていまして、そしてシーズン2にはなんと出演させていただいていたんですよ。もうまさにね、これアメリカンドリームなんですよ。もう本当に嬉しかった。なので今回はそのウエストワールドについて、そして海外ドラマの撮影現場についてちょっとお話ししていこうかなと思っております。まず最初に、このウエストワールドというドラマはどんな内容かと言いますと、SF 系のお話です。人間の自己満で作ったテーマパーク、ウエストワールド。そこでゲストをもてなす人々が、自分たちは実は人間ではなくロボットだったんだと気がつき、反撃していくというお話なんです。これ結構かなりざっくり話してますからね、もっと本当は複雑で面白いです。そして、この制作費はなんと当初は100億円だったらしいんですが、それでもすごいですよね。それがやっぱり撮影しているとね、ああだこうだ予算が足りなくなってくるんですよ、映画とかドラマって。そして噂によると、100億円がなんと150億円以上になってしまったとかなんとか聞いております。ひえですよね。そしてこのウエストワールド、10話で構成されているので、単純に10で割ったら1話あたり15億かかってるということになりますよね。さすがハリウッドですよ。もうドラマ1話に15億ですよ。日本じゃ考えられないですよね。もうほんと桁違いな制作費です。そしてそんな作品に携われただけでもものすごく幸せなことなんですが、撮影していた当時はハリウッドで一番予算をかけていた一番でかいドラマだって言われていましたから、総制作費150億円っていうのは納得な数字ですよね。そんなハリウッドの一番のドラマの制作現場というのは、とにかくキャスト以外にも人がいっぱいいるんですよ。もう監督から始まり、助監督、ライターさん、プロデューサー、メイクさん、衣装さん、音声さん、カメラもね、3カメ4カメ使って、もアシスタントとか、もうとにかくいろいろ合わせると大体セットに100人前後の人たちがいて、最初は誰が何の担当だか覚えるのに本当に大変でした。でもね、毎日のように一日中一緒にいるメンバーなので、だんだんこう撮影をこなしていくたびに、名前とか覚えていってもらって、こっちも覚えたりしてね、こうファミリーのような、気がつけばもうファミリー同然のような感じで、現場はとっても温かい空気でした。そしてね、最初セットに行った時はもう、いやー、ミーハー心爆発、ミーハー心を発揮しちゃいましたよだってね、今まで自分が見ていた大好きなドラマ、もうシーズン1から毎週楽しみで見ていたドラマのセットが、今自分の目の前にあるんですよ。そりゃあもう見た目はねクールに装いつつも、もう心の中は「ああこれがあの実験室!」とか「ああここウエストワールドじゃん!」みたいな感じで一人かなり感激しておりました。そしてね、このものすごいセットは実はロサンゼルスの郊外に作ってありました。私たちはなので毎日家から1時間から1時間半かけて現場に通っていました。最近はね、ハリウッドの作品でも国外で撮影する作品が多いんですけども、ウエストワールドはメインのセットがロスの郊外にあったんですね。またね、ミーハー心爆発寸前といえば、もちろん出演者に会った時ですよ。もうね、本当のあの役者さんの名前よりもキャラクターの名前で呼んじゃってる自分がねいましたもちろん本人には言ってないですよ。でももううわーって、あの人みたいなで、ハリウッドで働いてて思うんですが、ポスターとかに載ってるでしょ、このメインの役者さん、メインの役者さんって、メインの役者さん、キャスト。でもめちゃめちゃ気さくでみんな優しいんですよ。ランチの時間になってもね、クルーとかエキストラの方と一緒に混じって列に並んで同じ場所でご飯も食べるし、もちろん目があったら「はーい」って気さくに話しかけてくれるんですよね。本当にね、こうアメリカで仕事をするようになって日本と違うなと思うのは、みんなこう仕事場でも気さくで、どんな大物でも気さく、そして本番寸前までジョークを飛ばして笑ってる、いくらイライラしたって優しくって、こうピリピリしたそういう態度をあんまりこう見せないんですよね。ドラマとか映画って本当に毎日時間との勝負だし、ストレスってかなりかかる現場なんですが、だからこそ役者さんも役者さんっていうのやめよう、噛んじゃう。だからこそキャストの皆さんもね、自由にのびのびと演技に集中できる環境があるのではないかなと思います。なんか今更ね、カミカミ育民発揮してるんですけどはい、仕切り直して、そう、日本から来たキャストさん、役者さんもいらっしゃったんですよね、今回ウエストワールドに。それで言ってましたよ。ハリウッドの現場は全然日本の空気とは違うねって、なんかハリウッドいいねなんて驚いていました。やっぱりこうカジュアルな雰囲気が漂ってるんですよね。さあ、そして私がセットで見たものはウエストワールドと、なんと将軍ワールド、イエーイ。そうなんですよ、ハリウッドがやってくれたんですよ。日本の江戸の町っていうんですかね、時代物の町を再現したセットがドーンとでっかく作られていました。いや、よく作ったなという感じで、結構細部にまでこだわって作られていたんですね。将軍ワールドぜひ見てください。シーズン2の第5話と第6話に出てくるんですけど、映像で見るとね、またすごい迫力なんですよね。これがもうこの街がアメリカのどこかに作られてると思うとすごいと思いませんか？このね、映像で見てると思うんですけど、京都の映画村じゃないんですよ。もうね、この将軍ワールドを作るにあたって責任者というかね、アドバイザーの方がいらっしゃって、なんとその方、日本をこよなく愛するアメリカ人の方で、エキストラのキャスティングから、もう刀の持ち方、仕草、そしてね、細かい看板の日本語など全て徹底して本当の本物の将軍ワールドに仕上げてくれてですね、こういう日本ではない国、海外、ハリウッドでね、それをやり通すというのはかなりの苦労だったと思います。本当に感謝ですね。ありがとうございます。そして私は光栄なことにカメラテストというものにも呼ばれまして、何をしたかと言いますと、まずこの将軍ワールドというのはウエストワールドも賭けというかね、一番気合いの入ったエピソードだったみたいで、だって考えてくださいよ、ハリウッドの人がね、芸者さんとか舞妓さん、そして侍、そういうキャラクターを作っていくんだから、もうそりゃもうみんな必死で勉強して、もちろんメイクさん、衣装さん、小道具さんたちは大変な苦労だったと思います。もう見よう見まねで作っていくんですが、まず私はメイクの部署のところに行って、芸者メイクを何度もテストしました。一緒にこう写真を見比べたり、どのファンデーションが一番こう芸者さんに近いか、どのこうアイラインの引き方がとか、いろいろね、こうウエストワールドの理想と、そして日本の舞妓さん、芸者さんをこ うまくすり合わせるという作業をずっとメイクさんとやってました。そしてそれが終わると、ヘアの部署、髪の毛のね部署に行って、今度は芸者さんのカツラを試しまくって、またすごいのが一からね、芸者さんたちのカツラを何十種類と作ってありました。そしてその後、衣装の部署に行って着物を着て、ここがねちょっと大変だったんです。っていうのも、ハリウッドあるある、海外あるあるなんですが、着物の着付け師の重要さを分かってない問題というのがあるんですね。結構やっぱり日本人として活動していると、着物を海外で着るという機会、そういうお仕事があるんですね。でも蓋を開けて実際現場に行ってみると、着物の着付け師が誰もいないとか、あ、日本人だったら分かるよね、教えてよ、着物を着れるでしょみたいな感じだったりとか、あ、大丈夫大丈夫、後ろ見えないから帯はクリップで留めとくよみたいなねノリなんですよね。まあ分からなくもない、確かにね、そう思ってしまうのも、でも日本人からしてみれば嘘でしょって思うようなこともよくあるんですよね。そしてウエストワールドも最初は着付け師の方がいらっしゃらなくて、必死に「いや絶対にこれはいるから絶対にいるから」と言って、やっとハリウッドで大活躍されている日本人の着付け師の先生がいらっしゃるんですけども、その先生にコンタクトを取ってくれて、一緒に今回ウエストワールド、将軍ワールドをね作っていくことになったので、まああんだけね素晴らしい完成度の高い将軍ワールドができたと思っております。こんな話をしていると、なんか皆さん、あ、イクミンって芸者さん、舞妓さんとしてちょっと出てるのかなって思うかもしれないんですが、実はその、芸者さん、舞妓さんの格好をしてちょこっと出演していますが、メインはスタントマンとして出演していました。これもねかなり光栄なことなんですが、日本人の女優さん、タオさんという方がいらっしゃってですね、そのスタントダブルをやらせていただいていました。スタントダブルって何をするかっていうと、彼女と全く同じ格好をして、例えば乗馬のシーンとかファイトシーンとか、こう危険なシーンを私が彼女の代わりに入ってパフォーマンスをするということをねやらせていただいておりました。なのでスタントマンっていうのはね影武者な存在なので、シーンを見てもきっと「あ、イクミンだ」なんて分かるはずがないというか、分かってはいけないんですね、そもそもね。なので私にしか分からないんですが、皆さんぜひチェックしてみてください。この日本人の女優さんタオさんのキャラクターは花涼という役なので、私も花涼として出演していました。さあ、そしてさっき乗馬と言ったんですけども、乗馬ってね一言で言っても普通の乗馬ができるのとはちょっとまた違うんですよね、スタントでいる乗馬っていうのも。っていうのもやっぱり撮影現場の馬乗りのシーンなんていうのは普通の乗馬のシーンとは全く違っていて、やっぱそこら中で銃声が鳴り響いていたりとか、やっぱりいくらセット用でかなりトレーニングされた馬であっても、馬さんもね生き物なんで性格もそれぞれなんですよね。なので銃声がこうバーンバーンバーンって聞こえるたびにビクッビクッってして驚いちゃう馬もやっぱりいます。そして私たちはその馬をコントロールしながら待機をしなきゃいけない。そして待機しながらその馬を落ち着かせて、そしてカメラに映ることなく監督のゴーというサインでタイミングよくバーッとこう走り出さなきゃいけないという、なんかこうやっぱり普通の馬乗りとは違う環境、そして違うテクニックっていうのが必要なんですよね。そしてもちろん衣装を着ています。衣装を着ているイコール今回私はカーボーイハットもかぶってましたし、武器もいっぱいつけてました。そして刀も持っていたし、後ろはもう弓を担いでいたので、普通に馬のコントロールする手綱っていうのをまともに持てる状況ではなかったんですよね。だからそんな状況で思いっきりこう走らなきゃいけないシーンとかあって、帽子押さえながら武器を気にしながら、それで馬をコントロールしながら、そしてねもう今思い出すと笑っちゃうんですが、やっぱり映画のシーンってこう1人で走ってるわけじゃなくて、こう団体で 5,6 体で走っていて、自分の順番も決まってるんですね。で監督からこの感覚で走ってとか言われるんですけども、一回1列で私多分5番目ぐらいだったと思うんですけど、1列で思いっきりこう走れって言われた時があって、それ何回もやって、その現場がもう砂漠に近い、走るたびに砂ぼこりがものすごく舞ってしまう現場で、もう寒いわ、砂ぼこりで前は見えないわ、撮影が終わった瞬間自分の顔を拭いたら本当に漫画みたいに指跡がバーって顔について、もうその時は笑っちゃいましたよ。そんな感じで汗水流しながら泥にまみれながらという感じでね、あっという間に3ヶ月、去年の夏はウエストワールド一色で終わったんですが、このウエストワールドシーズン2は日本でも公開中です。スターチャンネルで見れるそうです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。真田広之さんやね、菊池凛子さんなどハリウッドで活躍する日本人の方たちも頑張って出演していますので、ぜひ見てください。できるならね、シーズン1から見てほしいんですが、シーズン2だけでも見ていただけたらと思います。I think I'm finding a new voice. Now we use it. さあ、第5回目のイクミズボイスどうでしたでしょうか。皆さんからのリクエスト、コメントもお待ちしております。そしてぜひチャンネル登録をしてくれたらすっごい嬉しいです。そしてインスタグラム、ツイッター、フェイスブックのフォローもお願いします。それでは今回もイクミズボイス聞いてくれてありがとうございました。吉松いくみでした。バイバイ。